のもくもくを高台や布団台、キリンとカラスタイプに使用しています。この黒柿のクジャクモクは一番の種類ではなく、柿の木から10万本に1本の割合で生まれる国税変異種であり、そのため非常に高価な品格で取引されており、黒柿を用いた布団台